20世紀フォックス、20世紀フォックス、20th Century Fox は、アメリカ・ロサンゼルスを拠点とする映画会社、映画スタジオ。ルパート・マードック率いるウォルト・ディズニー・カンパニーの傘下である。正式社名は20世紀フォックス映画、20th Century Fox Film Corporation であり、フォックス、フォックスとも略される。 1934年12月28日、フォックスフィルム。1915年に、ウィリアム・フォックスにより設立と20世紀映画。1933年に、ダディル・カイザ・ナックにより設立が合併し、20世紀、フォックス映画として設立される。戦前は、シャーリー・テンプル主演作や、ジョン・フォード監督。戦後は、マリリン・モンローの映画により知られる。 1940年代から1950年代にかけては、イブのすべて、我が谷は、緑な力、紳士協定といった、ドラマ、社会派作品を制作した。1950年代以降は、ロジャースハマースタインのブロードウェイミュージカルの映画化に取り組み、世界的に有名な、王様と私、サウンドオブミュージックを制作。他にも、 舞台の演出をそのまま映画に取り込んだ南太平洋やオクラホーマなどがある。1953年にはワイドスクリーンの一つシネマスコープを開発。これは当時普及してきたテレビに対抗するもので大画面で楽しむという映画の醍醐味を改めて認識させるものとなり、同年の刺激、誠意がその第一作となった。以来ハリウッド映画をはじめとする 大作映画はほとんどシネマスコープで撮影されている。しかし、巨額な制作費を継ぎ込んで1962年に制作したクレオパトラは工業的に大失敗に終わり、スタジオは倒産の危機に陥る。そこへ20世紀映画の創始者だったダリル・カイザナックが経営陣に戻り、1965年に公開され、空前の大ヒットとなり、 アカデミー作品賞を受賞したサウンド・オブ・ミュージック1968年に第一作が公開され以降シリーズ化された猿の惑星が大成功を収めスタジオの経営は徐々に軌道に戻った以来 SF 作品とシリーズ作品が好調1977年からのスター・ウォーズシリーズは同社の代表作の一角を担うその他エイリアンシリーズ ダイハードシリーズといった人気シリーズを制作公開してゆく。1984年には、元ビートルズのポール・マッカートニーが企画、脚本、音楽、主演を担当した、やあ、ブロード・ストリートが封切られたものの、工業的には大失敗に終わった。1997年には、タイタニックをパラマウント映画と共同制作し、アカデミー賞の11部門を受賞した。 2000年代には、第3世代高ディスク、当時の次世代 DVD の企画争いにおいて、ソニーピクチャーズやディズニーと並んで、ブルー、レイディスクのみを強力に支持していた。2001年より21世紀になったものの、社名は変更されていなかったが、2013年4月、親会社のニューズコーポレーションが、エンターテインメント部門を独立させ、新会社、 21世紀フォックスを設立することを発表、同年6月末には分社化を完了して20世紀、フォックスは21世紀フォックスの参加となった。2017年12月14日、ディズニーは21世紀、フォックス参加の20世紀フォックスやテレビ制作部門で、ある20世紀、フォックステレビジョン及び、フォックス21テレビジョンスタジオ、ケーブル放送事業の FX 及び、 ナショナルジオグラフィックなどを買収することを発表している詳細は21世紀フォックスディズニーによる買収計画を参照20世紀フォックスの映画といえば20世紀フォックスのロゴとともに冒頭で流れるスネアドラムの軽快な刻みから始まる華やかなファンファーレが有名であるこの曲は1935年当時 同社の音楽部長だったアルフレッド・ニューマン、1901年から1970年により作曲されたわずか9小節という短い曲で、もともとはニュース映画の冒頭に流すことが主名だった。ニュース映画の時代ではなくなったものの、映画の本編が始まる前の臨場感を高めるメロディとして、今なお同社の映画には欠かせぬ存在となっており、他の映画会社には見られない。 インパクトあるスポットとして広く知られている。1994年のロゴ CG 化に伴いプロデューサーのケビン・バーンズがブルース・ブロートンにこの曲のリメイクを依頼した。1997年から使われている新バージョンの作曲はデビット・ニューマン。しかし20世紀フォックスが音楽著作権をワーナーミュージックグループに売却した中にこの曲も入っており。 一時期はこの曲が映画に使われるたびにワーナー参加の音楽出版社ワーナーやペルに使用料を支払うという事態となっていた。現在は二十世紀フォックスが買い戻している。また一時期このファンファーレが流れずオープニングロゴが無音のまま映し出されることあった。日本においても古くは横山ノック、青芝フック、 横山パンチラで結成された漫画トリオが、このファンファーレをモチーフにした、パンパカパーン、パン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 パカパーン、今週の、ハイイトーというギャグを展開していたほか、現在では、野球場、特に、西武ドームで、試合開始の合図に流したり、演奏会の際、本演奏の前に、トップでこのファンファーレを演奏するところもある、と、多岐に使用されるようになった。映画部門では、 配給や制作を行う二十世紀フォックス映画と DVD などの発売を担当する二十世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン株式会社トゥエンティースフォックスヘイを展開している。なお、形式上はハンガリー法人の子会社扱いとなっている。2010年前後はローカルプロダクションの流れに乗って群情愛が沈んだ海の色、サイドウェイズ、パラダイスキス、ハヤブサ、 ハヤブサ、カラスの親指などの邦画を制作した、青は配給のみ担当。パラダイスキスは、ワーナーブラザース映画が配給を担当。2018年には、トゥエンティース・フォックス・ヘイが、日本のテレビアニメ、バキの販売などを手掛ける。なお、日本法人は20世紀、フォックス以外に、メトロゴールドウィン・メイヤー、MGM や、ユナイテッド・アーティスト、ウーア作品についても日本における。 配給券を持っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。